せーの、最低賃金上げて、みなさんこんにちは。最低賃金を考える熊のラジオ番組 FF 最新熊ラジオ、パーソナリティの熊です。 FF とはファイト4といって、2015年アメリカ全土の労働者たちが過去最大規模で展開した生活できる賃金を求めて声を上げた大運動に連帯するためにつけました。で、よかったですよね。うん、その頃ね、神奈川ではね、最低賃金を1000円にしてほしいということで、どこの日本どこでも、ね、やっていない裁判を戦っていたんですね。で、その時にアメリカのマクドナルドなんかで働くね、そこでアルバイトなどで働く当事者が自分の時給を1500円に上げてくれっていうことを、大きな横断幕なんかを掲げて、マクドナルドのお店の前でアピールをしたりね、そんな運動が展開されるようになったんです。で、私たちは裁判を始める時もそうだったんだけど、最低賃金で働く人、その当事者が運動の先頭に立ってやらなきゃいけないってことをね、いつも言っていたんだけど、実際にはなかなかこれが難しくてできなかったんです。それがアメリカに先を越されてね、そういう状況があったので、それをお手本にしてこれを目指したいということで、その当時ファイトフォー1500ということを掲げてたアメリカの運動のね、それにちなんで名前を付けたんですよ。なるほどね、アメリカの運動に衝撃を受けたわけだ。さて、あなたの暮らし今はどうですか？なんでこんなに生活が苦しいんだろうって感じたことありませんか？そんな問題を最低賃金の角度から考えてみようというのがこのラジオの目的です。最後までお付き合いくださいね。ということで、ローレンサム。はい、ローレンサムです。第1回目の語らうテーマはこちらです。じゃん、最低賃金は誰のものです。それでは問題です。最低賃金って法律があるのは知ってますか？この法律のこの制度は何を目的として定められているのでしょうか？まずはみんなで考えてみましょう。なんだろう、はい、じゃあ最低賃金ってどういう制度か説明できますか、哲くん。はい、厚生労働省のホームページで今調べたんですけど、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めると、そうやって書いてありますね。そして使用者はその最低賃金の額以上の賃金を払わないといけない、そういうふうに書いてます。そうですね。ただこの説明だけだと、最低賃金とはこういう制度ですっていう説明には一応なってるんだけど、何のためにある制度なのかっていう本質や最低賃金制度の意義はよくわかんないですよね。確かに。今日のテーマになっている最低賃金法って誰のものっていうテーマを、そのテーマの答えとしては十分じゃないんだと思います。最低賃金法の本質を理解するためには、人間には誰しも人間らしく生きる権利があるっていう生存権の考え方がベースにあるべきだというふうに思います。そこでぜひスマホで調べてほしいのが、労働基準法の第1条なんてありますか？ちょっと待って、スマホね、ちょっと待ってよ。労働基準法の第1条、いい？労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むために必要を満たすべきものでなければならないと書いてあります。人たるに値する生活を営む、これは生存権を目的にしているってことかな？そうですね、憲法25条の生存権ですね。なるほど。人には生存権という人権がそもそもあって、その生存権を保障するために労働者の労働の権利の最低基準を定めているのが労働基準法なんですね。さすがベアスト、そういう立て付けになりますね。そんで最低賃金法っていうのは
労働基準法から派生してできた法律なので、この労働基準法の考え方がベースになっているわけです。なるほどね。そう考えると最低賃金法っていうのは人間らしく生活できる賃金を保障するというのがポイントになってきます。でもさ、でもさ、いくら働いても人間らしく暮らすことのできない賃金だったら、労働基準法1条とか憲法で保障されたその生存権だって守られてないことになっちゃうよね。人間らしい生活ができるかどうか、これが最低賃金を考える上で重要な視点なんじゃない？そうですね。さすが熊くん。最低賃金という制度はそもそも国民の生存権を守るためにある制度だっていう理解が、まあ、大切なポイントかなと思います。憲法と法律の関係を勉強するときに大事なポイントの一つに、憲法は国を縛るものというのがあるんだけど、知ってます？知ってます。だってスマホで調べてほら書いてある。法律は僕たち国民が守るべきルール、憲法は国家権力の暴走を止めるため、国、実際には政府を縛るものでしょ。正解。そうなんです。よく憲法の勉強とかでそういう勉強をすると思います。でなので憲法で生存権が明記されているっていうことは、国はまたは政府とも言いますね。国とか政府は国民の生存権を保障する責任があるってことなんです。国民が人間らしく生きていけるようにするっていうのが国の責任なんですね。最低賃金が安くて毎日働いてもまともに暮らせない国民がいたとしたら、自己責任じゃなくて国の責任で何とかしなきゃダメでしょって憲法にはそう書いてあるってこと？はいはいはい、ローレ哲です。ということは、国政府が何とかしないといけない案件ということ、最賃を引き上げようという、まあ、そういった運動は同時に中小企業支援を充実させよう、まあ、そう訴えてますが、これは政府に中小企業支援をしろと、まあ、そうやって求めているんですよね。最低賃金を上げるために必要なことをしろと、集めた税金から中小企業への支援を行い、最低賃金を引き上げることのできる、まあ、そういった支援をしろと、そう言ってるわけですよね。そうなんです。最低賃金の運動は、最低賃金を引き上げようっていう運動は、個々個別の企業に最低賃金を上げろってことを求めてるわけじゃないんですね。国、企業に求めてるんじゃなくて、私たちは国に求めているんです。最低賃金を上げるために税金を使えと、最低賃金を引き上げるために国はイニシアチブを取れって、そういう意味では最低賃金制度は所得の再分配、再分配の政策だと言えると思います。ねえ、所得の再分配機能なんかかっこいいね。みんなこれ学校で習ったかな？習ってるはず、うん、だな。習ってるはず、習ったと思う。ということで、最低賃金って誰のものかという質問については、答えは国民の人権を守るためのものということになりますね。私たち国民の生存権を守るためにも、国に対して最低賃金の大幅な引き上げ、最賃法の抜本的な改正を求めていきたいですね。そうですね。もっと運動を大きくしていきたいですね。そうですね。ちょっと応用問題ですが、よく最低賃金について最賃を下回ると罰則は確かにあるけども、逆に最賃さえ下回っていなければ罰則がないんだし、賃上げしなくても問題ないという考え方を言う人がいますけど、どう思いますか？はい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 、僕が答えます。それは罰則がなかったとしてもだよ、最低賃金法の趣旨、生活できる賃金、ここが大事だよね。生活できる賃金かどうかで考えるっていうのが正解なんじゃないかな。
今は物価がどんどん上がっていて、人間らしく生活できる賃金水準がぐんぐん上がってますよね。最低賃金は今のところ年に1回しか変わらないし、上がったとしても数円から数十円程度だけど、もうそのレベルじゃない。罰則があろうがなかろうが、今の生活実態に合った賃金をもらう権利が私たちにはあると思います。うん、そうですね。もうね、団体交渉なんかでも法律に違反してないから問題なし、まあ、そんなこと言われるとうわってね、こう詰まっちゃうことがあるんですけども、やっぱり法律に違反してないなんて当たり前でしょっていうね、ドヤ顔すんなって言いたいですね。賃金は生活できる賃金かどうかで交渉するべき課題でしょうがと、これからね一括してやろうと思いますよ。そうね、ぜひ頑張って団体交渉で一括してほしいなと思います。一括します。最賃を上回っているだけで偉そうにしている経営者にはぜひ一括するのが労働組合の大事な役割だと思います。か、じゃあ生活できる賃金ってどうやって決まるんでしょうって思ったけど、そこで重要になってくるのが生計非現職っていう考え方ですね。私たちが実際にどれぐらいの収入があったらまともな生活ができるのか、全労連が全国で取り組んでいる生計非調査っていうのが重要なんだなって、人間らしく生活できる費用、これをもとにして賃金を決める原則ってことなのかな。その生計費っていくらになるのかを調査するのがベアの言ってた生計費調査。そうですね、全労連の生計費調査では、日本中どこに住んでいても人間らしく生きるために必要な費用は時給換算では1500円から1700円という結果が出ていて、これをとてもとても重要な調査結果になっていますね。生計費原則や生計費調査についてはまた今度話し合っていきたいと思います。そこも重要なんだね。最低賃金ってやっぱり僕たちの生活のためにあるものだってことだったね。とそろそろ時間となってしまいました。僕たちの大切な賃金に影響する最低賃金について語ってきました。今後もテーマを変えたりしてシリーズものとしてお届けしたいと思っています。君の時給はいくらかな、最賃以下で働いてないかなってことで、今回の FF 最賃クマラジオはここまでです。チャンネル登録、高評価、ポチポチっとお願いします。コメント、DM もどしどしお寄せください。最賃クマくんは X にも出没しています。ぜひフォローしてくださいね。それでは次回の FF 最賃クマラジオでお会いしましょう。 See you again! 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 Again!